皆さんどうも、こちらは喫茶でございます。まあ最初のステップは顔全体にファンデーションを塗ろうか。ああ説明なんてするつもりはねえんだよ。おいお前ら、これくらいはわかるだろうが。ここまで来たらアイメイクの輪郭だけを描いていきましょうか。次は中の方を塗ろうか。こんな感じにね。目尻の下の方に下まつげを描こうか。そしてそいつらを描いたら軽くぼかしていきましょう。なあ、下のまつげラインの中心までブラックのメイクをぼかしていこう。これで経験値が手に入り、レベルアップでもしようぜ。これがその結果だ。バレバレかもしれませんが、他に言うことはねえんだ。はい、メイクのトップの方をイエローのシャドウでもやっちゃいましょうか。ハイライトですか。それはこっちのセリフだ。お前はさ、本当によ、私をがっかりしないでくれよな。そして次は普通に綺麗なブレンドブラシを使ってね、ブレンドしようか。だいたいブラックのメイクの輪郭に沿ってつけまをつけよう。なんだ、つけまおかしいか。さあ、つもりだから気にしないでくれ。じゃ説明なんてやってられるかよ。おい見ろ、赤いアイブロウだ。これでいいか。眉頭の方にブラウンのシャドウをパッティングして、続けて下の方へ動かしてノーズシャドウを作るがいい。唇の輪郭を描こうか。上の唇は完全に描かなくても OK だから。このサバイバルに来たけりゃ、それを自分のヘッドにキープするんだな。覚悟はよろしいか。普通にグロスを塗ろうかな。あとは唇の輪郭の色と軽い程度で、ブレンドしよう。クラウンって聞いたことありますか。ピンクのシャドウをチークとして使って、続けてクレイジーなブレンディングを決めようぜ。これが見えるか。これをバラしたらこんな風になるはずだ。まあこいつはね、普通に顔につけようか。あとはちょっと待った、間違った色を買った場合はブラックのペイントで染めるしかねえな。だから気を抜かない方が一番だよ。ヒゲを作りたて頃にスピリットガムを塗って、しばらく放置して粘りが出るまで待ちましょう。指でチェックしてもいいぜ。そうしたらヒゲを少しずつおーしようぜ。でもな、染めたヒゲは汚れやすくなるんで気を抜かないで。胸の方もやっちゃいましょう。これでストリートファイトのザンギエフの新コスチュームとしての出演が決まりましたね。ヒガールプラスコスチュームイコール完成だ。たとえこのコスチュームのサイズが合わないだとしても、私が金を出したんだからな。